中央公園だよ。中央公園かね、中野坂上でいつもやってる。そうそう、増量してんの今。寝癖だよ。寝起きだから。寝起きでトレーニングですよ。空手バカ1台みたいだな。
変わった？どんな顔になった？どんな顔になった？太った？どんな顔になった？新さんシャープになった。嘘、体重は増えてんだよ。 GJ 探偵の喜びを知りやがって。体重全然増えてるよ。新さん別人みたい。嘘、本当に？ゴンタさくらんぼさん、おはようございます。おはよう、ゴンタ、おはよう。サブさん太ったけどキリッとした顔つき。本当に？マジで？じゃあ走ってくるわ。
吸を鼻から吸って、俺ね、子供の頃から慢性鼻炎で鼻で呼吸できないんだよ。最近ゆっくりできるようになったくらいだ、口呼吸の。みんな持たんよ。しょうがない、これは。もう自分はこういう風に生まれちゃった血管だから。3分間測ってくれる？スタート。
無理だわ。無理。これテルチャンピオンやってたけど超きついわ。テルチャンピオン1分だっけ、3分やってたっけ。きっついこれ。きついなこれ。眠り姫歌子アスタリスク TTZ さん1分40秒くらいまで頑張れてたから、まず2分を目標にしたらどうかな。2分くらいか。やっぱそうだよな、3分できないよなあいつも。2分くらいでやってみようか。もう一回YouTube バンになるから、俺これで飯食ってるから曲かけらんないんだよ。もう一回やってみようか。ダメだ、1分だ、やっぱ血行が良くなった。きついこれ、きついわ。ベンチのおっちゃん寝てるよ。声かけようと思ったけど寝てる。
キロ痩せた。いや、増量してますよ。今 77.7 まで増やして、100キロまで増やします。ムエタイルールですね。増量してますね。はい、増量しますよ。はい、こんな感じです。こんな感じですね。こんなさくらんぼさん、寒いのによくあんなところで寝れるでわら。今もうモスコットさん、お疲れ様です。今てるちゃ見てきました。この配信者やんだって戦うのもったいない。さなさん今何キロ？ 77.7 です。増えてます、増えてます。筋トレやってます。デシボンさん、後ろに来る足はかかと上げなきゃ。パンチもらったとき踏ん張れないよ。サブさん、スクワットして足腰鍛えるともっと動きよくなると思う。デシャバってすまん。ゴドットマールさん、ガンガンタンパク質と糖質とラット。77ですね、今。77.7。さなさん、身長いくつなの？身長170ですね。スクワットで鍛えた足、こんな感じね。こんな感じ。足はこんな感じです、今。大丈夫だよ。いや、ベンジョさん無理でしょ。100キロ超えてるでしょ、体重。ベンジョさん厳しいと思うよ。
さん足がステップが。パソコン置いて帰んねえだろ。
ありがとう、応援しに来てくれんだ、ありがとう。便所さんやってんだ、スワッチ。珍しいね。便所さん練習どんな感じなんだろう、見てみたいな、プロの練習。元プロの。ガード？手の位置ってパンチの位置ってこと？サブさん目を隠すイメージで。目を隠す？バカじゃないの？危なくてそんなことできないよ。格闘技やったことある？こんなところにやったら危ないよ。バカでしょ。顎をか守るんだよ。こんなんやったら見えないよ。フックもらうわ。
こんなんやってるのいないよ。こんな格闘家見たことある？こんな格闘家見たことないでしょ。これでもガード上がってる方だから。インファイトでバチバチ打ち合う気満々だから。サブさん、自分が思ってるより下がってるからイメージは目とこうむるくらい。当たってねえわ。変なフォーム身につけたらやばいかも。ここでちゃんとガードしてるわ。イメージね。スイッチは作戦ですね。相手が素人なんで両方ともできる。 両方使いになろうと思ったんですね。はい、ワード2、カエルさん。シュウさん、前蹴りとかどうですか？前蹴り？前蹴りはこんな感じかな。こんな感じ。足が硬いからあんま上がんないんだよね。ハイキックは当たんないよね。うん、ローとミドルだね。てか前蹴りの牽制でやろうと思ってる。ハイは打たない。相手が寄ってきた時にこれですね。わかんないよ。俺32だよ。で、運動したことないんだよ。で、向こうはスポーツ選手で24よ。さ、喧嘩慣れしてる人だったらさ、勝てるって言うかもしんないけど。うん。
青山反射神経いいね。一服してもいい？タバコ休憩入ります。ガードは上げるよ、もちろん。ただ目の位置っていうのは絶対おかしい。下腹にキック。そうぜ。電波ある？今日は寒いわ。電波ある？顎よりも高く視界にグローブ、ああまあそれくらいは適正だね。それくらいになってるなってる。16オンスだからこの辺で構えてんのよ。そうするとここにこれくらいの厚みあるから これくらいの高さ、横で見ると多分ね、下から撮ってるから伝わんないんだと思うよ、カメラが。これくらいで構えてるよ。シボンさんボクシングの構えで言うと、右利きの場合は右手顎の位置、左手はこめかみの位置。せっちゃん、三息が切れてスタミナがやばいんじゃねー。スタミナなぁ。 GJ さん、ブアカオのキックパネーだ。アクマオーズいらっしゃい。タマコロス、タマコスローゼ、タバコスローゼか、ブアカオはやばいよ。世界チャンプだよ、あの人。あのさ、32歳のさ、元生活保護でずっと部屋に引きこもってたニートとさ、ブアカオのキック比べたらダメでしょ。もっと考えてよ。もっと考えなよ、君たち。むちゃくちゃ言い過ぎなんだって。スタミナは走り込むしかねえな。俺を世界チャンプにしようとしてるだろう、お前ら。悪い癖で。すぐお前ら世界一狙っちゃうんだから。すぐ気持ちがでかくなっちゃうんだから、リスナーさんは。画面見てると。俺を世界チャンプにするつもりか？かわいいかわいい和道。セシボンさん、ここは幽霊が出たとこか。幽霊出たとこ、向こうの方、向こう対角の方。プアカオの前蹴り、俺ね、日本人の誰だっけな、前蹴りうまかったの。日本人のね、なんだっけ、シュートボクシングかなんかの人。あ、俺ですか。何で仕留める、ストレート。いや、あの鎖骨折ります。僕の予定では鎖骨を粉砕骨折しますね。なんだっけな、誰だっけ、小比類巻かな。小比類巻の前蹴りすごかったね。小比類巻は牽制うまかった。まあプアカオンもめちゃめちゃうまいけど、小比類はね、背高くて綺麗だったよ。サブさん、幽霊さんにシャドウ付き合ってもらおうぜ。やだよ。確か小比類巻だったと思うけど。
俺の体格だとフェザー級とかになるのかな、本来だと。多分66キロぐらいまで落とさないといけないんだよね、ボクサーだったら。もっとか。身長170ってフェザー級？スパやってない、明日から。まだ鳴らすだけ。明日どれの深夜食堂さんとトレーニングで、明後日はヒカルくんとトレーニング。バンダムか。VX ガス仕込まないでしょ。誰が北朝鮮の。俺の対戦相手マサオじゃねえかな。バンナムか。今日寒い、体冷える。いや、タバコは吸いますよ、僕。試合まで吸いますよ。ポリスなんで。セシボンさん、マサオ、影武者の可能性やてなワットハラの姿勢がなかった。嘘、影武者の可能性あんの？マジで言ってる？マジで言ってる。あ、ごめん、放送中 LINE できねえ。多分見てると思うから言うけど、放送中コメント欄に書いてくれ。放送中は LINE 受け取れない、ごめん。コメントと LINE 重複すると、ぶっ飛んじゃうんだ、放送が。ラミアの股からこんにちは、サンアイコスは導入しないんだ。アイコスなんかやだよ。シャドウやりましょう。もうひたすらシャドウしかできないからね。できることやろう。
なんで腹にキックできそうなの。まあ、飛んでくるだろうね。ワドさん、左ジャブは軸足合ってるんですが、右ジャブも打ってますよね。軸足確認できる。軸足、右ジャブは軸足合ってる。ちょっとライン、お疲れ、サイちゃん。ワドさんの左ジャブは軸足合ってる。右ジャブは軸足合ってる。軸足確認できないんですけど、あくまでボクサー目線ですけど、軸足間違えたら。左足。あ、違う、左足と右足スイッチしてんの、俺。要はこっち側のスタイルでやってるときはこっちでジャブ打ってんのよ。で、こっち側にスイッチしたときはこっちで打ってんの。スイッチしてんの。わかるかな。前蹴りはいい武器ですよ。空手やってたときよく使ってたから、よくわかってる。動体視力全く鍛えてないですね。そうっす、スイッチですね。テルタンピン対策でスイッチされると分かんなくなるっていうのは実戦で分かってるんで、両方とも鍛えてます。アウトボックスする気ないよ、俺。あとね、リングの中とか道場じゃないからね、敵がいないとステップしづらいんだよ。
明日だね。そうだね。スパーリングしたいっすよ。したいしたいっす。したいよ。やりたいやりたい。あ、怪我しないようにやんないとね。試合までに。金もないしさ。ジムで撮影許可取ってるんだけど、2時間で3500円なんだ。だから金かかんないでできることやろうと思って、今とりあえずご飯いっぱい食べて筋トレやって、シャドウ2時間やってるね。シャドウと肩、それが今自分にできることかな。口だけ番長さん、僕極真空手やってます。マジで強いよね、極真。
団長三顔面の打ち合いは怖いよね。え？顔面の打ち合い怖いっすよ。怖い怖い。私はでも蹴りが顔面に飛んでくるからね、モーションでかいからなかなか当たんないけど、あれは死ぬかんね、本当に極真の蹴りは。そうだね、前蹴り使う。風吹いて、収まったね。台風だったけど。今は凪です。おう、ゆきちだ。
さん根っからの寸借詐欺師。そうかな。って書いては昇進ってこすいやっこやな。のんたんアットマークかずみちの嫁さん DB。 バックブローありですよ。バックブローありです。休憩入れる？タバコ吸う？タバコ吸う？休憩入れようか。すまんね、なんか付き合わせちゃって。豆腐さんいらっしゃい。ああ、多分ホームレスの人だね。多分新人の人だと思う。いや、空打ちだから腰入れて蹴るとね、腰痛めちゃうんですよ。サンドバッグ蹴るとき思いっきりいけるんだけど、対象物がないときはね、
軽くいなす感じじゃないと、回転上げて腰入れると危ないっす。どんどん手が下がってきてる。疲れてる時こそ上げる意識を。そうだね、手下がってきてるかもね。でシボンさん投資しないのかな。投資はしないこの時期は。本当に死ぬのはね、2ヶ月くらい前だね。一人死んじゃったんだよ、有名な人が。でもあれだよ、みぞおちと、みぞおちでしか狙わないよ、前蹴りは。あとローキックの回し蹴りね。顎は狙わないっすよ。ジョルド、なんだっけジョルドって。ジョルドパンチってなんだっけ。初めの一歩だよね。あれなんだっけジョルドって。誰が使った技だっけ。誰だっけジョルドパンチ。どんな技だっけ。コークスクリューブローはこうひねるやつだよね。ジョルドって体重全、あ、宮田だ、宮田だ。そうだ、カミソリの切れ味と、なんだっけ、ナタの重さとカミソリの切れ味だ。カウンターでジョルド覚えたんだ。ジョルド危ないよ。ピッチャーでいうとこのザトベック投法に近いよね。ジョルドはカウンターもらったら危ないから。あれはほんと目のいいボクサーがやるやつだよ。あれがやってたよね、長谷川穂積がよくやってた。長谷川穂積はハンマーパンチって呼んでたけど。なんでイライラしてんの。シボンさんホワイトパンクわらわらわら。なんか嫁がイライラしてんだけど。ホワイトパンクなんて無理でしょ、あんなの。上と下から同時に来るんだよ。あれ反射神経いい。黒人とかじゃないと無理じゃないの。ロシア人とか。日本人の筋力が無理でしょ。やっぱデンプシーでしょ。ガゼルパンチ、リバーブローガゼルパンチ、デンプシーだよ。マロンちゃんカンバック。サンジョルドブローは初心者には無理だな。無理でしょ、ゾルドは。打てるっちゃ打てるけど、カウンターもらうし。シボンさん、さっきのユキチエの対応に怒りたい。ノンタン挨拶しただけじゃん。まあね。ラウンド最後の決め技くらいだったらいいかもしれないね。セシボンさん、ドラゴンフィッシュブロー。ドラゴンフィッシュブローは使えると思うよ。あれは実践的だと思うよ。柔術やんないですね。総合じゃないんで。アレンさんいらっしゃい。試合に向けて練習してますね。6月10日、便所太郎さんの企画で格闘技やるんで。第4試合っす。今日何日目？今日1週間ぐらいちょうど。あんなハマるわけねえじゃん。無理よ、コークスクリュー。伊達エイジ。スイートラバーさん、ジムで稽古してるんですか？え？ジムで稽古はしてないですね。シャドウです。他
金がないから公園です。3ヶ月だかんな。気合と根性でしょ、スタミナと。戻ろうか。豆腐さん、その真面目さ見て勝ってほしいね。どうだろうね。努力した者が全員勝つとは限らないからね。努力して勝てるぐらい甘い世界だったらいいんだけどね。シボンさん、縄跳びってほんと疲れよね。疲れるよね、縄跳びね。ボクサーとか重いロープでやるからね。相手はね、ふわっちの配信者でテルチャンピンって人だよ。トレーニングやってるよ。サバーさん、同好会レベルでキックやフルコンタクト系ってありそうだから、スパーの相手見つけられる。いやいやいや、マロンちゃん、カンバック3、相手はフットワーク早いから身軽になりたいとこなんだよな。いや、そこで対抗しない。そこで対抗したら絶対負ける。向こうサッカー何年もやってるし、スポーツマンだから勝てない。ベストキット見たことないんだよね。トム・クルーズだっけ、ベストキットって合ってる？トム・クルーズだっけ。見てみようかな。トム・クルーズとスティーブン・セガール、誰だったっけ。カメラの位置安定しねえな。豆腐さん違う。スイートラバーさん、やっぱスパーやらないのって思わないのっていうか、そこまでではないってこと。スパーやらないとと思ってるよ。思ってる思ってる。サナさん、
ちがいる。充電あんのか。ドーム3検査で何回できるんだろう。まだあるか。もちろん画面下でもいいのか。この辺？この辺でも入る？入るか。サンドバッグ殴りたいよね、本当はね。腕痛い。はぁ、豆腐さんだね。柱に布団巻いて殴るとかね。マロンちゃん、缶バッグ三鉄棒に何か一時的に布団とか巻きつけてさ。布団だと無理かな。ちょっと拳痛めちゃう。バンテージしか持ってないから。サブさん、筋肉は上体は肘ありやから、空手ボクシングと違って基本の構えがガードは高く、しつこいけど勝ちのためやと思って。きついね、練習。きついけど相手もやってんだもんな。勝つためには仕方ねえよな。確かにな、サンドバッグ蹴りたいな。たかしさん、確かにやるからには勝ちに行かないと。そうだね、相手も死ぬ気で来るだろうし。そうだね。あ、ステップワークわずでやってないんだよ。ジャブとストレートをちゃんとやるためにステップワークわずと今日やってないの。ステップワークありでやる？ちょっとありでやってみようか。
今日はわずでやってないんだよ、この1週間は。ステップワークやってみる？見たい？あえてベタ足でやってんの。やってみようか。マロンちゃん、カンパック3ありで。ありでやってみる？小さいけど画面の幅が狭いけど、ステップワークありだったらこういう感じでやってるけど、ジャブをちゃんと打ちたいから最初の頃は足使わないでやってんの。コンプレックスさん、当たる時だけ握る感じかな。そうだね。そうそう、わざとやってないの、上半身鍛えるために。豆腐さん、腰が引けてるから足元強化。でもね、多分ね、チャンピーでね、誰を一番先に倒しますか？誰を？誰をってどういうこと？対戦相手一人ですよ。対戦相手は僕一人です。一人だけですよ。たかしさん、めちゃイケの岡村たかしのボクシング動画参考になりそう。岡村隆史、運動神経いいからな。動ける芸人だからね。もう2時間か。そろそろラッシュしてみろよ。音符、そろそろラッシュで行く。1分ラッシュやる。1分ラッシュやろうか。1分ラッシュやります。いや、一週間ちゃんと練習してるんですよ。左回りね、本当は左構えだったら。俺は、サウスポーで右回り行くけど。行くよ、1分ラッシュ。
はあ、きついね。でもフルで1分動けたね。よかった。だいぶ体力ついたね。はあ、きついね。ラッシュ1分で、きつ。足パンパン。アロンちゃんカンバック、さん徐々に3分ハードに動けるようになるといいな。いや、3分フルは必要ないよ、ラッシュだから。ラッシュは1分を10ラウンドとかできたら全然いい。そんなフルでガチで殴り合ったりしないから。無呼吸連打で3分間動けるやつなんか世の中に存在しない。武藤さん、こんな夜中に練習してたら不審者と間違えられますよ。超でかい公園です。超でかい公園でやってます。はい。超でかい公園です。うん、トレーニングですよ、ガチャヒロさん。迷惑にならないようにオフィス街の住宅街じゃないところ。あ、まあ練習としてはありだね。動けるに越したことないからね。パンチ力上げるの大事だね。たかしさん、背筋強化ですか？背筋ね。パンチ力、ストレート背筋だからね。サナさん、後ろのおじさんの迷惑じゃないの。サブさん、この前俺も久々にスパーリングしたらゲロ吐きそうやった。まあ吐くよな、久々に体を動かしたら。きついよね。おっさんなめんなよって感じだよね。おっさんのポテンシャルを。おちんちんいらっしゃい。完全音菩薩さん、人を突くんじゃないのです、突き通すのです。相手の後ろの本当の敵がいる。大事だよね。おちんちんさん、久々なのに動ききれきさてるね。久々？いや、一日休んだだけだよ。久々じゃないよ。昨日休んだだけですね。
さん練習なしでも軸足がしっかりしてるから瞬殺で絶対勝てる。いや絶対はないっすよ、超怖いっすよ、超怖いっす、超怖いっす大阪先輩。バカありがとう。腹減ったな。そうだね。ベンダとかも使いたいんだけどね。アッパーなんか当たんないよ。だったらジャブ極めた方が全然いいよ、素人相手なら。完全音菩薩さん当たる。おちんちんさん今のなんやわらわらわら。抜け作さん十周ハック、ゴングと同時に突っ込んでくるから前蹴りだな。前蹴りとローとワンツーのストレートとフックぐらいでいいと思うよ。あと肘、肘膝。じゃあここでアンケートです。青山とワドどっちが勝つと思いますか？ワドの人ワド、青山の人青山でお願いします。ワドの人はワド、青山の人は青山って書いてください。そうだね、距離を取るだけだね、牽制だね。さあアンケートです。ワド
ハロハロさんはど？ワド。大阪先輩アットマーク立彦さんはどう？あ、そう。新さん絶対はどう？竹作さんはどう？急に変わったな。ナイキさんは前は全員青山青山って言ったのに。青山青山って言ったのにね。うん。結構増えたね。初見さんいらっしゃい。ありがとう、ニベアさん。うん。俺か。ありがとう。あれ？青山一人もいないんだ。うん。じゃあ、ストレッチして帰ろうか。いやー、努力したから勝つとは限らんないかんね。2時間経ったよね。終わりにしましょう。最初のズクタンブンブンブンゲームはいらんかったけどね。え？最初のズクタンブン、何それ。帰ります。タコができたよ。生まれて初めてだよ。拳の中にタコができたの。手のひらに豆か。本当だよね。あれ、ムエタイルールってさ、ダウン何回だっけ？相手を何回ダウンさせたらいいんだっけ？目指すは KO だよな。帰りましょう。抜け作さん、安定はないでしょ。安定はあんじゃないの、わかんないけど。俺は狙わないけど。 KO のみです。判定ほど盛り下がるもんない。ジオのサイン？ゴーのサインで一歩踏み込んで、いきなり、うわ、先制ってやつね。あ、でもそれ正解だよね。素人同士の剣が一発目で多分剣勢変わると思うよ。いや、3分3ラウンド。3分3ラウンドっすね。会場はね、新木場ファーストっていうね、300人ぐらいのキャパの席ですね。あの会場です。プロレスとかやってる会場かな。おちんちんさん、トーナメントでやってほしいな。トーナメント無理だよ、素人は。3分3ラウンド動けるだけで精一杯よ。強い人はね、1秒でいいかもしんないけど、俺弱えからさ。
体冷えてきたな。おちんちんさん作戦を語りすぎると相手にバレるよね。キンポさんこんちはちるだ。バレても対策ってさ、その場で思いつきで動けるわけじゃなくて、対策って練習でやるもんだから、別に対策しても構わないよ。それ以上練習すればいいんだから。理屈で分かってても体で動けなかったら意味ないじゃん。こんにちは。抜け作さんきっと見たく、ダッシュで膝蹴りで1秒かな。佐野さん体重差はどのくらいありそう？重い方が有利だよね。俺は体重100キロまで上げます。今どこにいるんですか、チルダ。え？今ね、新宿の中央公園。トレーニングが終わったところだね。バンテージ巻いてるところ。やりますか？何を？ニベアさん100キロまで増やすんですか？100キロまで増やしたいですね。プロテイン飲まないの？プロテイン飲みたいんだけどね、1万円ぐらいするんですよ。金欠です。おちんちんさん最後のトレーニング配信の時は中央公園に集合だ、チルダ。いいね。よしとえ、よしそえゆうすけさんこんばんはです、チルダ。こんばんは。ラウン 1R って何？ダウン1ラウンドで3回。卵3個食ってますね、今。はい、まだ2。卵3個食ってます、生卵。プロテイン食えないんで、桜水産で飯食ってんだけど、卵おかわり自由だから。卵3個、ご飯大盛り2杯、とんかつとかね。もう吐きそうなくらい食ってるよ。抜け作さん、ダウン回数で KO はやめてほしいな。完全音菩薩さん、一羽で殴る瞬間に引く動作があるんです。その前に行くのです。おちんちんさん、いいね。ストイックだな、チルダ。いやー、飯食うのも修行だと思って吐きそうになりながら書き込んでるよ。配信？来てないです。配信来た？イサキウサギの顔さん、誰と戦うの？僕はテルチャンピンですね。ダマオさん、お疲れ様です。お疲れ様です。サブさん、1試合に5回ダウンでも KO らしい。試合5回。テルチャンピンですね。ふわっちの配信者でテルチャンピンっていう人がいるんです。ふわっちやってんじゃないの今。 TKO か。まあ3面偏差値さん、ベンチョさんがめっちゃ期待してましたよ。完全音菩薩さん、ルールがないなら相手のご意向。配信でやりますよ。配信でやります。そうだね、便所太郎さんより身長俺10センチ低いから、便所太郎さん以上の横幅だね。ムエタイルールス。リアルで会おうって言って、いや言ってないですけど、僕あなたと話したことないです。肘ありです。肘膝ありです。
身長は170ですね、僕は。180ぐらいあると思いますよ。そうですか、ありがとうございました。チルダおちんちんさん、会場って入っていい？会場は5000円っすね、一般席は。完全音菩薩さん、ローキックすげーよ。ローキック痛いっすね。いや、トレーニング今終わったところです。2時間、申し訳ないです。よちさん、今終わったところです。抜け作さん、便所緑にゆいがの穴埋め頼んだらしいな。断ったみたいだけど。緑内障で断ったらしいね、みどりさん。緑内障が悪化してるらしいんで。生尾さん、80キロでも十分重いですよ。80キロだったらね、あと3キロ、2キロか。あと2キロプラスでいけます。おちんちんさん、ヤミーで行こうぜ。ヤミーひょろひょろだよ。モーモーさん、体重どれくらいありますか？ 77.7 でした、昨日。リスナーさんにね、プロボクサーとかいっぱいいますよ。地下格闘技25戦の方とか、いろいろアドバイスもらってます。カエルさん、便所さん、相手どうするんですかね、チルダ。どうなんだろうね。ナナシ君さん、どうも。完全音菩薩さん、どうもです、ナナシ君さん。ローキックは強いからね。ただサンドバッグ蹴ってないと、スネ作ってないと。タポピオさん、いらっしゃい。楽しんでてください。もし試合まで興味ある人はフォローしていただけると嬉しいです。フォローよろしくお願いします。おちんちんさん、相手あまり練習してなくない？まあ相手のことは分かんないよ。自分が全力出したいだけだから。ナナシ君さん、試合は何日なの？6月の10日、新木場ファースト、一般席5000円、SS の最前列席1万円です。すごい、6試合あって大物ゲストとかいっぱい来るんで、お得だと思いますよ。石川紀之、桃襟新八丁、光くん、金映え、セブン、いろいろ出ます。生で見た方がいいと思うよ。面白いと思うよ。300席しかないから、小さい箱だから。後楽園より小さいね。体育館の半分ぐらい。桃襟はね、俺の後歌うそうですね。宣伝。体力あるよ。スポーツ選手だから。飯何食おうかな。ランニングはしてないっすね。走り込みはやってないっす。シャドウだけですね。ちんちんさん、てるちゃんの枠ではどうが怖えぞと言ったら目をかしんちゃうかと言われた。和道が強えぞと言ったら目をかしいって。いや、俺弱いよ。弱いからね、練習してんだから。強い人は練習なんかいらないんだから。眠り姫、歌子、アスタリス。
早く買っちゃいなよ。そうだね。いや、自信がないから練習してます。自信がないから練習してます。自信をつけるために練習やってます。頑張ります。勝ちます。筋肉は腕周りが今33センチに減っちゃったんだよね。なぜか腕が33センチ、腕周りね34センチだったんだけど、しぼんじゃったんだよね。多分シャドウで脂肪が落ちたんだと思う。昨日はダンベル200回以上やってますね。昨日も一昨日も。七志くんさん筋トレはしてんだね。はい。僕は170ですね。相手の身長は変わんないっす。三千音菩薩さん、マイク・タイソンは腕立て3000回。すごいね。丸太みたいだもんね。モンスターさん、試合用のパンツとかは個人個人で作るの？そうですよ。っていうか多分ね、衣装とかは買えない選手とかもいるから、あの短パンでいいよって便所太郎さんが言ってる。普通に T シャツ着て短パンでいいよって。あー、練習あって寒いな、体冷えるわ。もう3時か。七志くんさん、試合は怖いだろうな。怖いよ。モンスターさん、なるほど。うん、うん、僕はふわっちの配信者なんでニコ生のことは分かんないっす。45センチ化け物だな。完全音菩薩さんやる前に負けると思えば必ず負ける。その通りだね。七志くんさん、飯何食うの？飯何食おうか今迷ってるね。タンパク質多いもの食いたいけど、今日ノンタンいないからどうしよう。牛丼かな。卵かけご飯大事だね。何食おう。そうそうす、中央公園で練習してるんす、いつも。セブンイレブンの弁当にしようかな。モンスターさん、いいところ住んでますね。あー、いえいえいえ、貧乏暮らしですよ。七志くんさん、新宿。そうです、新宿ですね。寒い。セブンイレブンにしようかな。セブンイレブンにしよう。セブン寄ります。歌舞伎町20分ぐらいかな、歩いて。でも別に会社を往復して配信やってるだけで、東京でなんかやってるわけじゃないから、別にこれといって便利だなとは思わないよ。タンパク質多いのなんだろう。
タンパク質 2.9 か。ファミリーマートのドリンクの方があるな、タンパク質。タンパク質 6.3 6.3 か、これにするわ。ブルーベリー、あ、これ 6.4 タンパク質 6.5 6.5、6.6、これだな。ブルーベリー、タンパク質 6.5。 鶏肉ね、100% ジュースがいい。100% ジュースも買おうか。じゃあ カゴ100% ジュース、グレープにしようかな。お願いします。はい、お願いします。はい、あ、レシート大丈夫です、すいません。あと家に昨日のんたんが作ったグラタンがあるから、グラタンおかずにします。グラタンと炭火焼き焼肉弁当とタンパク質ヨーグルト 6.5g、 あと 100% ジュースいいってことで 100% ジュース買いました。焼肉弁当にしました。タンパク質はちゃんと取ってるんで。チャンビさん、ハートありがとう。飯雑しましょう。帰って飯雑です。飯雑終わったら風呂にゆっくり浸かってストレッチします。寒いっすね。
練習付き合ってもらって本当ありがとうございます皆さん。飯雑です。家帰ったら今日あれだな、あんまり汗出なかったな、寒かったから。お疲れ様でした。ありがとうございました。フォローしてくれた人、アイテムくれた人、応援してくれた人、ありがとうございました。家帰ったら飯雑します。ヒカルくんの対戦相手はセブンさんですよ。金梅さん、セブンさん2000やりますね。金梅さんとセブンさん、ヒカルくんとセブンさん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。